本堂。三門。交際寺は、中華人民共和国北京市最上区にある、仏教寺院。中国仏教協会と、中国仏教学研究所が寺院内に設置されている。交際寺は、近代に創建された、署名は西流村寺。現代、法皇広沈寺寺と解消。現代の末年、陛下により一度は、廃寺となったが、民の天順元年。 広へと弟子が資金を募り得立てし、名校室の指示を得て、聖火2年に落成した広島交際寺の名を賜った。明の万暦11年、新の後期38年、二度のお立て。中華民国の時、二度火災にあって、また二度再建した。1952年、地元政府は寺院を再建する。1959年、中国仏教協会がここに設置されている。 1984年、北京市人民政府は仏寺を北京市文物保護単位に認定した。1972年、1976年、二度のおもだて。1983年、中華人民共和国国務院は仏寺を、漢族地区仏教全国重点寺院に認定した。2006年5月25日、中華人民共和国国務院は仏寺を、 第六非全国重点文物保護単位に認定した。三門、天皇殿、太雄宝殿、窓か通りどの増強格。ありがとうございます。